丸徳市場平田店丸徳市場高戸の店丸徳市場は大阪府大阪市に本社を置く日本の小売業泉谷株式会社及び株式会社 H2 王食品グループの子会社であるカナート株式会社が運営するディスカウント形式のスーパーマーケットである泉谷株式会社は企業の効率化と反則経費削減の一環として 生鮮食品から日用品を低価格で提供する新業態のスーパーマーケット、マルトク市場の開発に取り組み、2007年3月、大阪府茨城市に第1号店を開店した。2008年以降、デイリーカナートなど、泉谷グループが運営する小型店舗の一部をマルトク市場に業態転換するようになるケースが多くなり、泉屋は今後もマルトク市場の野豪で、 泉屋の不採算店舗の業態転換や空き店舗への新規出店を計画する予定である。マルトック市場ではコスト削減と徹底した低価格実現のためクレジットカード決済と商品券及び泉屋ポイントカードの使用はできない。またドライアイスのサービスも行っていない。新聞に折り込まれるチラシは毎月1日に発行するのみである。また 泉谷グループの車掌、太陽マークの露出もしていない。キャッチコピーは、ぶっちぎりへ与毎日が、お買い得。丸徳市場。阪神館を中心に店舗を展開している。星印は、泉谷運営の店舗、インは、カナート運営の店舗。泉谷ニュース、丸徳市場を、デイリーカナート泉谷稲田新町店に刷新から。 流通スーパーニュース2019年5月14日、閲覧。ありがとうございます。